人類はついに科学に身を落としてしまった。自然と相対関係にある科学は滅亡への近道を教えてくれる。血に飢えた人類は滅亡をまだ望んでいなかった。しかしもう秒読み段階に入ってしまった。それは一人の心ある天才ヒトラーの生きた時代。We'll be right back.
たちの持っている鍵を差し出すのだ。この時代を見せてやろう。この時代の象徴はオースの鍵だ。存分に楽しめ。一行がセルの鍵を差し出すと、その鍵はみるみるうちに変化していった。相当は偉いお方です。私はよく分かっていたのです。あの方が何をなさろうとしていたか。たとえ全人類を敵に回しても、破壊を実行せねばならなかった苦しさは誰にも分かってもらえぬものでした。急ぎすぎてしまったのです。自然に逆らうにはやはり無理がありすぎました。我々が時代にとって悪の象徴になってしまったのも仕方のないことです。しかし相当の片腕として働いたことに
救いはありません。この頃、人類にも滅亡を受け入れることのできるゆとりが生まれ始めた。ヒトラーが滅亡の方程式に気づいたとて、何ら不思議なことはない。人類は生存を願い、それを邪魔する者を悪と呼んだ。この時代に人類が学んだのは絶望である。神と悪魔が実在することに気づいていた者が果たして何人いたというのだろうか。さあ、この時代はこれで終わりだ。次なる時代の扉を開くがよい。黙っていても時は過ぎてゆくのだから。